ボックスも見てびっくりするシーンとかやっぱあるじゃん。なんか事務所行ってさ、うん、先輩が床で寝てるとか、うん、普通にえみたいな生きてますかみたいな。で、そういうなんか日常をなんかあツイッターにそういうのがあって、まあ、なんかリツイートされることが結構増えていって、でちょっとずつこう伸びていったって感じですかね。皆さんこんにちは、ボックスモノコースケです。みほです。この番組は小さく始めて大きく稼ぎ人生を謳歌しているスモールビジネスの経営者を呼びして、その知られざる世界、生き様に迫る番組です。今回のゲストは12年間外資系コンサルティング会社で働いた経験を持ち、現在は医療業界のスタートアップで DX コンサルタントとしてご活躍中の綿国さんです。彼の壮絶なコンサルタント時代や SNS をきっかけにして本の出版までに至ったストーリーを伺いたいと思います。綿国さんお久しぶりです。今日綿国さんってお呼びすればいいですかね。まずあ全然、はい、そうじゃない、それでお願いします。本名を出したら P になっちゃうんです。 P になっちゃう。 OK じゃあ綿国で、はい、あれですね、コウスケさんの同期？そうですね、新卒で入った会社の同期ですね。同期の月です。ここにあるですね、コンサルティング会社完全サバイバルマニュアルっていう綿国さんの本がありまして、まあ、実はこの本が出たっていうのを見て、まあ Facebook でね、あの綿国さんが紹介していて辞書が出ましたということで、あ久しぶりということで、まあ連絡取って今回久しぶり、本当何年ぶりとかだよね。何年ぶりだもんね。ちょっとなんか本の紹介を。あ、ありがとうございます、はい、いやなんか出しまして、これはどういう経緯でみたいな。いや、ですね、そう、辞めるときに、うん、その僕のその最後の部下だった子が、うん、もともとアイドルやってた子だったんですよ。そんな子も入ってくるようになったのね。面白いね。アイドルやってたんですよ。で、まあ、芸能界をずっとやってたみたいな感じで、うん、で、まあ、僕辞めるって決めてたので、うん、まあ、辞めんだよねっていう話をこうしてたら、いや、じゃあなんか私どうする、どうしましょうねみたいな感じだって、いや、まあ、そうだね。私どうしましょうね。まあ、それもそうだねみたいな、うん。最初の上司が3ヶ月辞めるって結構なんか、それはそれでかわいそうだなって思って。かわいそうだね。一、うん、回全部書くから、じゃあちょっとそれを書いてみますみたいなことを言って、で、はい、でまあ、なんかあの隙間時間とか、あと夜中にポチポチ、まあ、書いてたんです、うん、で、うん、あれができたタイミングでなんか同じあの会社に樋口京介っていうあの SF 作家をなんかやってる後輩がいてですね、コンサルタント兼 SF 作家でいるんですよ、樋口京介くんって。彼に送ったら、いやこれ10万字書きましょうみたいな、なんか謎のノルマを書く。10万かみたいな。で、無理やり10万書こうとすると、なんか昔の話とかも、なんかこうしないといけなくなって、まあ、強引にこう10万字書いて、まあ、書いてからせっかくだからノートで売るかと思って、うんうんうん、売ったら、まあ、結構なんか読んでくれる人が多くて、うんうん、で、ノートさんのその株主にその文藝春秋さんがいるんです、うん、あ、なるほど。そのノートと文藝春秋さんのコラボレーション企画みたいなのを割とこう最初の事例みたいな感じで一応こう使ってもらって、うん、すごい最初の事例、まあ最初なのかどうか知らないですね。割とで、まあそういうなんかあのお話いただいて、どんな業界でも使える門外不出の秘技。そう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 。すごいよね。俺の口からは絶対に言えないね。コピーがもうバンバン出てくるわけ。はい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 。いやでも結構読んで、そのなんだろう、基本的な本当ロジカルシンキングっていうかナレッジが結構私は多いなと思ってて、あのエピソードもすごい面白かったんですけど、生々しくって。なんか間にある仕事の進め方だったり考え方みたいなのが、うん、本当になんかどの業界でも役に立つんじゃないかな、私は思っちゃいましたけどね、うん、あ、 ありがとうございます。いや本当にあの普通に同期だからとか掛けねえなしに、ね、いい本ですよ。あ、そうそう、すごい面白いですよ。エピソードが面白いし、いやマジ読んだ方がいいと思います。であのそのエピソードもね、なんかめっちゃ同じ会社いたから共感できるとこもあって、俺は特にあこの同期ってみたいな顔が浮かぶからさ、浮かんじゃう浮かんじゃう。でも本当に、うん、なんだろうな、こうなんかなんつうのかな、それこそあのExcelのシートで全部 A1 に置くとかさ、
いや ね、あるよね。なんかあるじゃん、あの謎のも、なんつうの、暗黙の了解みたいな、なんかそういうのあったわとか思いながら読んだりした。知ってる？そんなルール。分かんない分かんない。あのさ、シートがいっぱいあるでしょ、エクセルに。ある。あれの、あの俺保存するときに、うん、全部すべてのシートのカーソルを A1 にしてから保存する。あー、なるほどね。あ、そう、書き忘れたんだけど、表示倍率は 100% しない。そこまでやる。いや、本当に、あとその、うん、マウス使ってたらぶっ殺されるみたいなね。うん、え、そうなの？そうよ。なんで？遅いから。遅いから。遅いから？なんか1秒かかっちゃう。え、あ、こと？1秒かける、それその都度やってたら、もう1日の中でね、何百秒露出して、でも全部これでやるわけよ。やだ、めっちゃ腱鞘炎になりそう。え、だから多分さ、うん、転職してそうじゃない人を見たらさ、マジかって思わない？マジかって思うから、もうみんなマウスこうやって抜いて。使わないでください。マウス使わないでください。教える。俺が転職して初めて、やっぱ行ってみんな普通になんかもうポチ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 やってるし、うん、あの言うたら俺とタブも使わないじゃない。あね、画面キー、あれあれ何してるんですかって言われる、ね、うん、あの画面パーンって言われは使うけど、うん、いやそういうの使わない人もいるから、うん、そうね、なんかどうやって切り替えてんのって逆に思う。確かにね、まあ、あれ使わないでどうやって切り替えてんの。まあね、そういうね、あの本当にいい、あの細かい話もありつつ、なんか仕事の基本的な考え方とかもめっちゃ書いてあるんで、本当おすすめです。あのよろしくお願いします。プレゼントありますか？プレゼント、リスナープレゼント。あ、じゃあなんかあの何でしょう、サイン本を3冊サイン先生。やったー、ありがとうございます。いくらでも、いくらでも差し上げます。すげー、急におねだりをねじ込むな、はい、同期なんで。やりたい放題じゃな。はい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 、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや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 。じゃあ、まあ、基本的に3本構成で、はいはい、今、過去、未来。なんで、今何やってんのっていうのをまず聞きたいなというところですと。今の会社も言っていいんだっけ？今はね、あ、会社には一応伏せてるんだけど、うんうんうん、まあ、真剣に探せば分かるみたいな感じ。まあまあ、そうだね。分かる、うちも。一応、なんかさっきの紹介では、医療系の DX コンサルタント。そうです。これは 何やってるんですか？はですね、うん、まあなんか会社としてはなんか今流行りのそのオンライン診療とかを結構やって普及させて、あ、まあ病院さんとかと、一緒にやって、その、うん、なんですかね、夜中とかにこう患者、あの、なんか医療にこうなかなかアクセスしづらい人たちにどうやってこう、限られた医療資源をこう割り振っていきますか、みたいなことをこうミッションにやってるんですけど、まあその中で僕らは、まあやっぱ、医療ってものすごいその紙文化がね、強いです。で、電話かけないといけないですね。うん、あのメールね、ZIP ファイルで固めたのパスワードは別のメールでやってくるみたいな。意味ない。意味ないんですよ。この間なんか Google の人が来てて、あれ何なんだって言われて、まあなんかセキュリティのミームなんだけど、ジャパニーズなんて。ミームだね。確かに。あれ何なんだっていう。インドのエンジニアの人がすごいなんか苦笑いしてる、ね。ジャパニーズセキュリティミームだよって。え、まあそういう会社で、面国さんの仕事は、なんかどの辺を担当してんの？あ、なんか結構ボリューミーなこう雑務みたいなのがやっぱめっちゃ出てくるんですよね、うんうん、それをこうどうやってじゃあ自動化しましょう、機械化しましょうみたいなことをやったりとか、まあそれがなんだろう、ここいけんじゃねみたいな、ここ自動化したらかなりインパクト出るんじゃないかっていうところの企画出しから効果検証やって、まあでもね、あれのコンサルでやってたことと基本的には一緒ね、業務フローを組んでみたいな、そう、ただもう少し多分これからはもうちょっとこうサービス自体のプロダクトとかをちゃんと磨き込むことをやれないとダメだよねみたいなことはこう社長から言われてるみたいな。うーん、そう、なんかこう短期間プロジェクトの働き方に体が慣れすぎてる。まあそうだね。なるじゃん。コンサルっぽい。わかる。そう。だね、秋が来るんですよ、どっかで。僕に。これ勝てんなって思った瞬間に、うん、ものすごく、うわって、モチベーションが失われる瞬間が、やっぱりね、あの、もう、社長とかにバレてるから、それをやられるなよっていうのを、結構今、叩き直していただいている最中です。そうなんだ。ちゃんと長い目で。私もクリエイティブ系ですが、あの、クライアントワークだったのでよくわかります。いやーね、難しいですよね。
そうね、刺激がありますよね、プロジェクト、ね、いやあとお客さん出ればいいんじゃないですかみたいなもん、ね、絵はかけたんでっつってあとやっててくださいっつってそれはやっぱね事業会社ではありえない、ね、そうか、そうね、しかもそうね、コンサルだとそれ絵描いたらねそれで一旦っていうところはありますよね、まあ、そういうプロジェクトもある、もうあるそうだよ、ね、そうコンサルってやっぱあの単価が異様に高いのであんまり全部やっちゃうとお客さんのためにならないんですよ、確かにお高いからね、お高いからお客さんでやるところはお客さんでやるっていうのは普通にお客さんのためにもそうした方がいいんですけど、うんうん、それはなんかいやお前も社員やんけみたいな感じにやっぱ事業会社でやるとなっちゃうから、うんうん、それはやっぱりちゃんとこう集中力を維持して、うんうん、フォーカスみたいな第二の人格矯正を今やらないといけない、すごいなるほど ね, ねその長年コンサルやってきて今なんかそういう新しいフェーズにちょっと入ってるみたいな感じなんですね、あそうですね、まだリスキルじゃなくてもうデスキル、デスキルアンラーンか、そうそうアンラーンしないといけない、あ本当そんなにやっぱ違うんですね、全然違うんですよ、なるほどね、まあ確かに、まあ面国さんツイッターで検索したら、まあ、そこ出てくる、来てフォロワー今何万、何人、 3.7 万とか、すごい、やば、もう普通にインフルエンサーやんって、いやインフルエンサーってでも10万とかでしょ、10万以上じゃない、そうなんですか、だって1万ぐらいいたらもうなんかマイクロインフルエンサーみたいな、ね、ああなるほどね、うん、そうですね、 37,048人え何年ぐらいやってんだっけ、うん、ツイッター、いつ始めた、311のタイミングなんです、あ増えましたよね、あのタイミングツイッターやる人、そう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 、うん、落ちなかったんでね、うん、確かに、うんうんうん、あの時電話もメールもダメでツイッターだけ通じるっていう、そうそうそう、結構インフラになりましたよね、そうそうそう、うん、あの瞬間、確かに確かに、奥さんと連絡取れないからうん、やべえじゃんっつって、うん、始めたのが普通にきっかけ、なるほどね、それがなんで3万7千人、ね、なんで急になんでこれ来たんすか、なんか急にじゃないですよ、徐々に来てるんですよ、はい、やっぱなんだろう、その、うん、結構ずっとねそのガンって増えるタイミングって僕そんないなくって、じわじわちょっとずつちょっとずつ増えてるんですよね、きっと多分、でもなんかちゃんと分析してないけど、どういうコンテンツが増えるきっかけみたいなのもあった、あんま分かんないですね、でもね、なんか異様に忙しい時期があって本当に、はい、あの前の会社で、うん、本当にやばいねみたいな時があって常にやばそうですけどねなんか本読むとなんだろうな、どれもやばそうって思うけどね、うん、もうやばいやばいやつのさらにやばいやつね、そうなんかもちろんあの会社の名前とか出せないし、うん、お客さんの名前も出せなかったんだけど、うん、そのなんか普通に見てびっくりするシーンとかやっぱあるじゃあなんか事務所行ってさ、うん、先輩が床で寝てるとか、うん、普通にみたいな生きてますかみたいな、あとスピーカーの先輩なんか来ないみたいな、会議だけどさそれどうしたんですか、いや一旦電話するんだけど、なんかいやもういや俺赤坂の駅まで来てんだけどさとか言って、えどうですかって言って、いやなんか立てなくなっちゃったんだよ、まあ、うわマジっすかみたいな、こわこわ大丈夫じゃないっすよね、体力話かなあどうすればいいと思うみたいな聞かれ、よ知らん言われましてもみたいな、うんうん、それなんかね上司っていうかあの PM の人に、うん、ちょっとなんか動けなくなっちゃったみたいな、うんまあ、どないすんねって俺に言われても知らんけども知らんしか言えばない、知らんしか言えない、両方に対しても知らん、うんなのうん、そういう忙しいタイミングで、で、うん、そういうなんか日常を、うん、なんかあツイッターにそういうのがあって、なんか世の中って難しいよねみたいなことをなんかこう投稿してたら、あの今のそのコンサル界隈みたいにこう言われてる人たちの割とこう初期の人たちがもうなんかねポコポコ現れてたんだと思うんですよね、でなんかそこにこう補足されて、まあ、なんかリツイートされることが結構増えていって、でちょっとずつこう 2,3,000 人とかになっていってからはなんか割とこう順調にというか普通にこう伸びていったって感じですかね、でも派手な伸び方が全然してないです、あそうなんだ、へえ、じゃあそういうエピソード系でじわじわ来ちゃったみたいな、そうですね、まあ、だからね結構長くフォローしてくれてる人がなんか話聞いてると多いんですよね、へえ、なんか中学校の頃から
見ててなんか社会人になりましたけど、俺ちょっと待ってすごいじゃん、全然すごいね。そう、うん、ちょっとコンサルタント会社に入っちゃうんじゃない入ってます、で、そうなんか面国さんの面国2世そうツイッターを見てなんかずっとコンサルやってみてえなって思って、あれを見てよくコンサルになろうと思ったねみたいな。そうね、あんな過酷な環境みたいなねなんかちょっと面白そうと思ったのかもね。ねえ、すごいですね。もう志望動機にさ、なんか面国さんってアカウント買ってって言えなくないみたいな。会社でさ。実はみたいな話よね。やっぱファンはいるんですか、その熱心なファン。ファンはいるんじゃない？うん。え、ね、イベント？そうそう、イベントとかもね、来てくれて。イベント？イベント何やったんですか？なんかこれほら、ノートさんの、はい、あれから来てるから、そのなんかノートプレイスっていうのが表参道にあって、まあ、そこでなんかこう、うんリリースイベントみたいなやったんですけど、あれなんかね日帰りで大阪から来てくれたりとかして、ファンじゃすごいよね。何名ぐらい集めたんですか。ね80くらい来てくれてたのかな。平日だよ、すごいよねと思って。えやっぱメンズが多いな。いや半々でしたね割と。そうファンなんですみたいな人が多かったですか。いやどうなんだろうなでもね、そう女性の割合、ビジネス本ってやっぱり、うん、ほぼ男性が買ってくんですけど、うんうんうん、割と女性が買ってくれてるらしいという噂。だからそれがどういう理由でっていうのはあんまよくわかってない。どういう理由だろうね、確かに。ね、え、もう普通にでも自分の面白そうと思って。あ、でもね、なん かその看護師さんとか今一緒に働いてるんだけどね、働き方結構似てるんだよね。なんか夜中に謎にこう呼び出されるとかさ、うん、すごい。あと詰められ方がめちゃめちゃ似てる。なんかその、ああ事実をベースに提案っていうか、サジェッションをしないといけないから、うん、なんかその感想から入っても怒られるし。ああ、なるほど。それね、お前の感想言ってんのよみたいなことをすごい俺らが言われたような言い方でその市長さんから言われたりとかしてるから、あいつの医療系の女性の方とかはなんかこう多いなっていうイメージが結構ある。そうなんかでって言われる感じ。あ、そうでって言われる。本当にでって言われるんだってで何が言いたいんだっけ。うん、それでみたいな。結論はそうでどうすんのみたいな。すごい辛いよね、あの詰め方ね。あれもうなくなっちゃったのかな。いやーどうなんだろう。いやいや、でもやってる人いるでしょ絶対。抜けないよねあれ一回。抜けないよ。そういうのをやりづらい時代になってるような気がしますけどね。で、うん、結論先に行って。研修であったもんね、なんかちゃんと。あの部下の話を聞くときはキーボードから手を離して画面から目を離して顔を見てあげようと、うなずきながら大事大事大事だ逆に怖いよねそういう聞き方されます。確かに それすらも言われなきゃ分かんないのみたいないや逆にさ、なんか俺らほらもうこうやって聞かれるのにさ慣れてるからさ、まあ、確かに確かに慣れてる時間と、うん、取られるとさ、うん、なんかいや そんな大事な話でもない。確かに緊張するというか恐縮するというか環境の慣れって怖いね、うん、ちょっと聞いといてもちょっとあの別にその場にできあの一個だけはいと言ってくださいみたいなそういうコミュニケーションそっか、むしろそういうのの方が慣れないんですね。いいですかって、じゃあちゃんと話しましょうみたいな。そんなに聞いてほしくないクローズドクエスチョン。面白懐かしいな。うわ、めっちゃ思い出してるじゃん。超短いですよコミュニケーション。あいのけなんですけど、こっちですかこっちですか、うん、僕はこっちやってます。あ、じゃあいいんじゃない、うん、それで終わり。はい、じゃあいいです。いいですいいってはい、いやちょっとあの僕もですね本を出したいんですけど。出しましょう。どうすれば何サバイバル本やる。インフルエンサーになればいいのかな。コインの海で泳ぐサバイバル本かな。そうめちゃめちゃ面白いじゃん。なんかアジアとか行ってたよね。ん、シンガポールかなんかどっか行ってた。あ、シンガポール行ってた。あ、そう前の職場ね。いやでも結構これを書いたフィードバックとして結構多かったのは、うん、やっぱみんながどうやって働いてんのかリアルなことが普通に知りたいっていうの結構あって、俺も結構そうなんだよね。なんかな、ね、絶対さ、絶対光通信サバイバルマニアって絶対面白いじゃん。野村証券とかさ、絶対面白い、ね、そうリクルートもそうですさ、その会社特有のなんかあの
なんだろう、本当にマニアックなカルチャーとか、うん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 、絶対面白いか、なんか普通にそういうのの需要は普通にあるんだろうなっていうのは思ったけどね。コウスケさんの独立するまでのこととか書いたら面白そうだと私は思っちゃうんですけどね。でも自伝だよねそれ。自伝って面白いかな、ね、自伝書くにはまだなんかあれだよね、人生がさあ、そうそう、まだまだね、あと30年、あと 2,30 年生きたいよね。そうか、今ちなみに8月ぐらいに翻訳本が出るんですよ。翻訳本、何の？コインの翻訳した、うちが翻訳して出すっていう本があって、それはまあイギリスの、まあ、コインの、まあ、ヌミスマティストっていうそのディーラーで専門家なんだけれども、はいはいはい、その人が書いた、あのいわゆるマニアックでオタッキーなこのコインのこれがどうこうでこうでみたいな、こういう細分類があってみたいな、何年のこれがレアでとか、うんうん、そういうんじゃなくて、うん、ざっくりその日本とか含めて世界中の市場でレアコインっていうのはこういう風に取り扱われていて、こういう市場価値があってみたいな、そういうね、その市場価値の話をしている本があって、うん、そういうのってなんか意外になくて、うん、今までの日本のコインの書籍ってそういうカタログってやつと、うんうんうん、もう一つはそのコイン屋さんがマーケティング目的で書いてる、もう日本やばいとか、紙、日本円紙くずだ、やばい、ね、コインを買えた、俺んとこで買えた、まあそういう本しかないわけですよね。まあ、その中でなんかちょっと第三者的に、あのリアルにそういう世界中のマーケットはどういう風になっていて、どういうコインが人気でとかっていう、そういう本を、入門書みたいな、あ、そう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 、うん、なかなかレアなタイプの本が出るので、まあ、ちょっとそれは出させてくれっていうことで、去年から翻訳プロジェクトスタートして、やっと今年出せる。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。サイン本ください。サイン本。著者じゃないからね。そうね。前書きしか書かないけど。いやでもノートきっかけってことだよね。だから出版は。そうだね。そうだね。でも思えばそうだね。でもまあそもそもツイッターに何万人もフォロワーいるから。ノートに記事書きましたっていうところで、まあみんな見てくれて、うん、そうだね、買ってくれたとか、ね、まあ環境チートだよね、そういう意味だとね、なんかもともと見てくれるその母数のチャンネルの窓口がやっぱり多いから、いやそれなんですよ、結局今の出版のなんていうの、その著者選ぶ基準っていうのは自分がどんだけ客持ってんのって、うんうんうん、YouTube なり Twitter なりインスタでどれぐらいのお客さんがインフルエンサーになってるのかっていうので見られるから、まあ、そんな中で面国さんは 2、3万人のフォロワーがいて、それでノート出して実際に結果出ててっていうので、まあ、そりゃ出版の話来るよねって、うん、すごい今日聞いてて思いました。すごい、ね、まあね、企画通しやすいもんね、うん、プレゼン、そうよ、だって実績あるもん、無名の新人かちゃんとフォロワーがいるインフルエンサーかだったらね、それはインフルエンサーの方がいいよねっていうことになると思う。確かに、ツイッターを頑張ろうっていう、ツイッターを頑張ろうになるね、結論、いやー頑張ろうでも2万冊売れてるっていう話だったじゃないですか、はいはいはい、はい、まあ、発行が2万冊か、発行が2万冊か、うん、いやでもすごいでしょ、じゃ初版何千部、ね、初版はねそんな5000とかだったんじゃないかな、 4、5000、うん、まあ多分5000が、5000でもまあまあそこそこなんじゃない、今年だもんねこれ出た、そう3月末、ね、それから順調に何ずり？こすずり？ご今ご。すごい。すごい。おかげさまで。いやでも面白いよね。まさか同期からベストセラー作家が出るとは思わなかった。ありがとうございます。あのみんな環境のおかげなので。いや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 。でもさ、いやいやいや、その環境を作り出してるからね、自分で。そうそうそう、うん。それもなんかツイッターの文章力だったりね、なんかそのエピソードのね切り取り方とかいろいろあったんじゃないですか。きっと同じことやってもね、なかなかできる人とできない人いると思うので。うん、でもね、なんかいや面白い人たちが多かった。うん、本当に会社に、会社にそれはそう、ネタが豊富だった同期もさ、変な人がすごいやっぱ多かった、変な人多いね、やばい、めっちゃ嫌い、ちょっとそれ過去で聞けんのかなそうだね、うん、じゃあその変な人エピソードは第2回に回すということで、はい、はいはい、じゃあこの週はですね以上でおしまいとなりました。ありがとうございます。まあ、初回はですね、あの面国さんの今の仕事のことだったり、まあ、SNS や本の出版のことを聞いていきました。次回ですね、皆さんお待ちかねの新卒で入った会社についていろいろお話聞けたらなと思いますので、よろしくお願いします。番組をお聞きの皆様、ぜひフォローお願いします。 Twitter、YouTube でも発信しておりますので、ぜひチェックしてください。 Twitter ではハッシュタグボックスモで感想質問お待ちしておりますので、よろしくお願いします。そして Apple Podcast のレビューも何卒よろしくお願いします。いい番組にしていきたいので、皆さんのフィードバックもらえると嬉しいです。
では本日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。